から。どうも、ボビーアトレーザーのボビーです。ですね、今日は日曜日ですね。ちょっと突然ちょっとライブ配信をね、ちょっとやってみようかなと思って、まあアトリエからお届けしてます。まあ、まあ普段の日曜ですけどね。まあ今日は外も、非常に、天気もいいんで、まあ。お出かけされてる方も多いんじゃないかなと思いますけどもね、ちょっと久しぶりにちょっと今日は横型で、スマホ横でちょっと配信していますね。で今ずっとですね、最近は、どうやったらなんかこう横にしたらまだやりにくい、やっぱり縦の方がやりやすいし、まあすっきりして見えるけど、まあ横で、やってみますね。コメントはここに表示されます。はいはい。まあ現在ね、財布を作ってますね。うん。でさっきまでね、ここでね、まあ表面の内外装までをね、つきました。これはね、希少なウミガメの皮になりますね。これどうウミガメの皮なんですね。でこれはですね、非常に希少でですね、もう数ないんですよね。うん。でまあそれを今外装まで、コツコツ作ってね、でこれをね、またウェブショップで、まあ展開しようと思ってますけどね。まあ数も作れない、まあ全部ハンドメイドで作ってますんでね、あれですけども、なかなか数も作れないし、まあちょっと時間もかかるんですけどね。まあちょっと今、久しぶりにね、ここで配信もしてみようかなと思ってね、でまあアトリエから、やってます。でまああとはね、今キャンペーン中なんで、ハットをですね、レーザーハットをオーダーしてくれた方はね、このヘビの抜け殻、なんかスネークモルトっていうかな、なんかこうええ感じで検索してみたら、なんかその言うてましたね。まあそんな感じで、やってますけどね、やってますけどね。でまあパーツをですね、トレースしてカットまでできたんでね。ちょっとコメントどうやってる？こちゃんありがとうございます。小林さんもありがとうございます。ポビさんこんにちは。久しぶりです。うん。今ライブ中に通知があって、ライブ中に通知があったので、さっと諦めて見に来ました。ありがとうございます。もうお決まりのコメント付きグループ、ごシェア完了ありがとうございます。ね、小林さんいつもね、ありがとうございます。いやー、ほんまに。で、今もね、こうやってます。ちょっとこうやったら見えるんかな。こっちゃん、うん。ボビーさん、こんにちは。外出ようとしたら時に見つけてしまったので、ご挨拶しております。アーカイブでお財布とかもできたか、また拝見 しに行きます。ありがとうございます。ね。まあ、そんな感じでね、まあ、ちょっとまあ、挨拶がてらというかね、うん。まあ、こんな感じで、日々ね、アトリエで、ハンドメイドのね、ハートも、わかります。すごく、ありがとうございます。でね、パーツをですね、この、こうやってね、これが今回使ってるのがね、これですよ。これ何やったら馬の皮なんですよ。馬でもね、いろいろな馬があって、これちょっと大きいんですよ。まあだいぶちょっと使ってますけど、これね、まあ黒ですね。これね、馬の皮で、これね、あれですよ。あれポーランドっていう国が、ね、僕行ったことないけどね、ポーランドの農耕馬って言ってね、なんかものすごい大きいんですよ。普通の僕がたまにね、使
使ってる、たまにというかもうしょっちゅうやけどね、使ってるレザーは同じ馬の皮よりもだいぶ大きいですね。やっぱり農耕馬にはちょっとやっぱこう競走馬と違って、大きいんでしょうね、あの図体がね。でこれがね、あのなんていうの、まあ、仕上げ方がね、普通の黒のやつ、まあまあええか。でこれはね、あのプルアップレザーってね、ちょっと分かるかな、表面これね、こうちょっとグレッシュな感じするやん、こうギュッとこうやって、ほら分かる、ちょっと白なるやん、油分がこう入ってるわけ。ほんでもう触ってるうちにね、使ってるうちにこういい感じに、その何ていうか経年変化っていうか、いい感じに、それこそエイジングされていくっていうかね、うん、そういう感じでね、それをね、まあちょっとまあコスト高にはなるんですけどね、これね、うん、まあ、あのだけどやっぱりね、財布はあのなんていうの、一年中使うやん。でやっぱりなんていうのな、あの季節問わずで、まあずっとこうあの身につけるもんやしね、うん、それからあのなんて言うのな、やっぱりそのほんでまあこう僕まあ一個作るんでもやっぱこの時間もかかるし、 なんかあのやっつけでできへんようなことばっかりやから、だからもうせっかく時間かけられたら、やっぱもう素材もさ、なんかせっかくこう時間かけられたらこういいものっていうか、これはいいなっていうやつをやっぱり使いたいなと思うし、僕もねそう思ってね。でまあ、今からちょっとね、このいろいろあるんですけど、こうちょっとこの何て言うの、ねこれ パーツですね、こうね、これ銀面っていうんですか、これね、うん、これちょっと待って、こうした方がいいかな、これ銀面、まあよくあるあの表面です。でこれ内側のこれね、ここがね、このヌバックになっているっていう、なんかこうスウェードっぽくなってるやん。でこれやっぱりこう毛羽があるので、これをねちょっとね、こうなんていうの、この毛羽を押さえてね、ここもなんていうのな、仕上げるというかね、うん、まあ、あんまり見えへんとこなんやけど、やっぱりこうそういうとこもね、やっぱり、やっぱりこうジャンしたいじゃないですか、できればね。でまあまあ、こういう工程やったらまだこう喋りながらできるしと思って、あっ、姉貴さんちょっと待って、コメントくれとるね、おみさん、こんにちは。うん。ごきげんよう。夕方は、あ、和太鼓なのでね。朝は、ね、日曜日、和太鼓。ね、やもんね。あ、みさがきさん。PC の前に座っていたら、ライブの告知が、あ、やっぱライブの告知行くんや。やっぱこう、ボビアトレーザーのそのなんか、あ、やってたら。なるほどね。うん。あ、ちょっと持って。うん。今日は工房から。そうそう。いつもそうですよ。あ、そうやね。あ、最近その出先の時でね、あの喋ったりしてたんでね。でも、あの普段はあのライブっていうか、演奏の時はあのこっからね、ここでここのスタジオっていうか、機材がパソコンとかあるところで、ここパソコンがね、こうなんていうの、作業場のとこっていうか、まあメインはこっちで過ごしてるんやけどね。で、ね、まあ、ちょっとあのいつも片付きながらやけど、今こう制作してたとちょっとわーっと物出したり、いろいろするんでね。でちょっとこうなってますけどもね。でここでまあこのこれで使うわけですよ、これと、まあ、普段の財布よりもまあ普段年間やっぱハットがね、やっぱ僕は得意かなと思いますね。うん、こういうくらいね、いつも被ってるでしょね。まあ僕もこれ3年ぐらい、もっとか、3年ぐらいか、ずっとかぶりっぱなしでね、ええ感じにももう自分の体の一部になってますけどね。はい、でまあでこのね、このまあこう多分ふのりというかね、こののりなんですね。でこれをこう使うわけですよ、これでね、このね毛羽をこう、まあ、いろいろやり方はあるんやろうけど、まあ、あの別にこう教えてもらったわけじゃないから、あの
こんな感じでね、このトロッとしたこのふのりみたいなのをね、ふのりっていうね、いろいろ種類あるんやろうけど、僕はたまたまこれがあるんでこれを使ってますけどね。これをし、こんなしてね使ってますけど、まあだいたいほらお財布とか売ってるじゃないですかね、革の財布っていろんな種類やね。でやっぱりこうカバンもそうやし財布もそうなんやけど、やっぱりこう人にのね、そのライフスタイルによってほら使い方とか好みも違うから、これっていうのを決めきれへんねんけどね、いつもね、ただまあ自分の中での提案っていうか、これは良かったなっていうのがあったりするんでね、これは使いやすかったなとか、これ自分でこう思う時があって、それはね、こうやってねこう押さえてね、でもうちのこれかわいい乾かすわけですよ、こんな感じでね、あんまスマホからやったら分からへんかな、でこれでまあこうなんていうの、これ分かるかな、これサバサバっとしてるよ、ここちょっとこれほらええ感じにこう寝るやん、でやっぱりその僕の場合はそのボビアトレードの場合は大体こう外装にはね、こうコルンよね、こういう感じでね、やっぱこう表面やからね、で中は大体フェイクレザーとか布かな、で薄い、やっぱ軽く薄くするためにね、すごいけど、まあ、僕の場合は全てレザーですね裁縫がね、こう、まあ、機材的にもそうなんですけど、もうハンドメイドなやつなんでね、僕の場合はね、まあ、これもここも今これカードとか入れるポケットの内側なんですけど、これもね、まあ、実際見えへんねんけどね、内側もね、なんかこう全部オールレザー使うとるから、まあなんていうのな、まあコスパはよろしくないんかもしれんけど、まあ最初はね思うかもしれんけど、ほら気がついたらほら1年経ったり2年経ったりするやん、そんな感じで年間ね、この出動っていうかでそんなしょっちゅうね、買い、なんていうの、財布って取り替えたりもせえへんし、僕はなんかこう年中使えるもので、なんかこうそれ考えたら長い目で見たらすごくオールレザーやっぱ修理も効くしね、まんべんなく染み込むように塗ってから乾かす、ああなるほどね、まあまんべんなくっていうか、そうやね、こう毛羽がねこう整うようにっていうかね、でやってますね。まあその革教室とか僕通ったりとかそんなしたことないんでまあそういう教えてる人がはまあどんな感じで伝えてるんかなとは思うんやけども、まあ僕も全部肌感覚でなんかやってきたんでね、これもね今こうやって作業をしているところもなんていうのな、実際にボビアドレザーの僕の持ってる人が持って触って初めて気づくことが多いと思いますね。だから僕とその使ってる人使ってくれてる人のまあある種がにんまり笑うっていうか、でまあ1年経って2年経った時のでなんかこうほら気づかんうちにいい感じにその育つっていうか、皮育つからね、使わへんあった瞬間からかびるけどね、だからその辺は悩ましいところですけどね、いろいろ肌感覚ですよ、あがきさん、オールレザー風邪作りすごいいいプロの職人なんです、いやもうね、革ジャンもそうですよ、まあ、今こっちに革ジャンとか映ってるけど、革ジャンとかもそうです、やっぱほんまね、こうなんていうの、
革ジャンを羽織ってもらいたいですね。うん、だけどこうあるやん、いつかは革ジャンっていうね、よく言われるけどね。革ジャンも同じようにミシンとか僕使わへんから、こう手作りで、あのここでずっとね、やってますね。でまあ黙々とこうね、なんていうの、こう見えてるのかな、これここら辺でやった方が見えるかな、これね、制作してるところがね。まああの、まああのなんかこうこういう時間なんでね、あのオフタイムというか、もうあの出くわしちゃった感じだあれうまい子言えんけどさ、あれみたいな感じじゃん、あの今まあある種僕もストリートミュージシャンをねずっとやってたから、うん、それとかほら日本人って、僕も香川県出身なんでね、であのほら、うどん屋さんとかが手打ちうどん屋さんでこう実演販売してるやんとか、あとまあ大阪やったら百貨店とかやったら五座候楼とかね、うん、あの何よ、あの要はあの大判焼きや、大判焼きとかねみたいな作るみたいにね、まあ、回転焼きとも言うんやろね、うん、でそういうふうなのほら店でこう作った人はこう金つばとかこうやったり、ああそんな感じやろね、うん、ね、そんな感じで、なんかああの何よ、通りがかりで。あの なんかやってる感じ、パフォーマンスまではねあれけど、昔ね百貨店でね、なんか催事が後に声かけてくれたりしよって、その時もねあれよ、その時はキャスケットって言って、帽子ね、キャスケットどうかないかな、例えばこのキャスケットね、これキャスケット、これも僕の私物ですけど、キャスケットを、とか作っ、あの百貨店でね作ってましたね、まあ、道具でもほんまにカッターナイフとポンチと、まあ、革専用のね、道具っていうかね、今日は行楽日和かな。でね、あとはこうし、ちょっとこれ乾かし持ってやりつつの、あ、ここまだ忘れとった、まだこれもあったわ。で、こうやらんでもいいやつもあるしね。これをやっとかな、具合悪いやつね。うん。これがね、どういう方がに、嫁入りっていうかね、うん、してもらえるかなと思ってね、楽しみですね。まあこれが完成したら、まあ ボビーアドレザーのねウェブページで並べますし。並べるってもうほんまに一点物なんでね、あのやっぱこう、まあ、これこそ他のレザーやったらいいけど、このウミガメは完全限定生産ですよね。もうかん、あの日本にも日本では手に入らんですし、まあ僕が持ってるだけでも奇跡やろうなと思いますね。うん、あんま聞いたことないですね。多分ネットで探してもらっても多分僕のホームページしか出ないと思います、今は多分ね、うん、ウミガメ、レザーの中ね調べたら大体
でまあもうさけどね、しかも日本に入ってこ来ることもないしね、あの お金積んでももう、よっぽどないと手に入らへんね、多分もう入手困難ですね、ここら辺でした方がいいな、これね、政策のね。でまあこれかで乾かしながらも、まあ、すぐ乾くんでこの辺ね、でまあちょっとこの辺置いといて、で、ね、手際よくいきましょう。もうで作るだけでももうあの編むだけでも時間かかるから、もうあのでこれはねもうこのサバサバのまま置いていくんですけどね、これこう折り込むわけですよ。まああの折り込んでね、ここにほらあの要はお札のビップルームですよ。お札のビップルーム。で、これをね、これ何や言うたら、これ伸び止めですね。伸び止め。これあの、よくほら靴のかかととか靴のかかととかね、あの革はやっぱり伸びたり、これちょっと違うけど、こう伸びたりね、こうなよれたりするじゃないですか。で履くもんとか履き物ですね、靴とかのこのかかとのとかでしょう、こういうとこがやっぱりこう履いてるうちにこうミュンとのだんだん伸びてくるんですって。それをねちょっとね止めるための、これ なんていうテープか知らんけど、これ昔ね靴職人の方がね友達になって一つね紹介してくれてね、この上からのりも貼るんですよね。これでね、これを貼るだけでね、こうなんていうの、財布のとこもの伸びがないからね、なんかでこう、あまあまあいいか、まあこんな感じでね、まあ ここは見えるとこじゃないんで実際ね、まあ、こうやってあの人知れず誰に見られるわけでもなく、普段ここでねあの、ねやってます。でこの、なんていうの、この農耕馬ね、このポーランドの馬側のこの農耕馬ね、この皮はね、から初めからこうもう初めから傷もあるんですよ、傷っていうかあの書き傷というかあのちょっとこういうねなんかあるんやけど、それもねやっぱ味なんですよね、明らかにねあのベコーとなっとったらあれやけど、やっぱこう革をレザーをそのなめして仕上げるときにできる当たりというかね、まあ、G 盤とかもそうですから当たりがついてるみたいな感じ、ね、これいっぱいこれ当たりをつけてほしいですね。でこの間お財布をオーダーしてくれた方が
と話してて、やっぱりこうピシッとしたんがいいんやってね。やっぱまあこういうエキゾチックレザーが、まあこういうワニとかヘビとかのね、エキゾチックレザー言うんですけど、そういうのをね、好きな方とかね、やっぱり、うん、まあウミガメを長財布で使うたら よっぽどなんで、うん、珍しいですよね。僕でも思うもん。僕作らんかったら多分、まあちっちゃい小物入れとか昔はあったかもしれんけど、うん、ここまでのものを作る、まあ、僕は見たことないですね、でこんな感じでね、いろいろやるわけですね。まあ、下準備を、やりましたね。下準備もこういう、まあ、下準備っていうかね、形になったらもう分かんないとこばっかりですけどね。でもだいぶこういう感じで乾いていく。この毛羽もなくなって、ね、でちょっとこういうところね、最近ちょっと研いでないからちょっとあれやけど、革包丁、これ右利き用なんで、僕左利きなんですけども、右利き用で、これね、右利きしか僕持ってないから、これね、ちょっとね、革をちょっとね、すいていくんですね。だから財布を1日何十個作りましたとか言うてみたけど、僕はのこのね、ハンドメイドではそれ絶対できないので、うん、ね、分業制でやってる方がほとんどなんで、コストも下げてね、僕はやっぱりこの価値を分かってくれる人と一生ものとしてね、人生の相棒っていうんですかね、そう思ってくれる方とね、のもとで、運気アップっていうかね、してもらいたいですね。ここもまあ見えないとこですけどね、うん、ここもね、これ何やったら、これポケットですね。ポケット、まあカード、クレジットカードとかそういうのを入れるところのポケットのなんですけどもね、まあ、あれですよ、カードのビップルームね、カードのビップルームですよ、これ紛れもなく。今年はまあこういう風な感じで、なんかこう制作しているところをね、中継するというか、それがちょっとまあそういう風にしていこうかなとは思ってますね。ボビアトレザーのページからね。で昔は日曜日は昔っていうか、このね2年近く前かな、もう去年一昨年ぐらいは毎日配信をしてて、日曜日にはまあネタも作ってくるから、
でまあブログで載せてる内容をね、あの今年僕が喋ったり、してたんですけど、まあしてる日とか、まあいろいろテーマ決めて、でまあ日曜日はまああのギターの弾き語りしたりとかね、なんかちょっとライフワークのこと、趣味のこととかね、うん、そういうことをまあまああの共有をしながらフェイスブックライブをね続けたんですけどね、最初はもう、まあ、周りがいろいろやってるから日もあるし、あとまあねステイホームやったでしょ、ステイホーム、今年はステイホームって聞かんけどね、まああってもホームステイぐらいちゃう、でもこんな感じで、まあ僕も一人でねずっとおったんで、これはね、あれですよ、お財布のこの何て言うの、マチの部分、前あの、まあ、あまり横のつながりもそんなになかったんですけど、一時10年ぐらい前かな、あの祭事の時にね訪ねてきてくれる人がいててね、やっぱその、やっぱ元ねいろんなその前のその職種がレザーのねこういう業界にいてる人で、まあ、独立してっていう人も多くて、でその方も言ったんだけど、なんていうのな、カバンとカバン作ったりする人と、あとまあこういう財布とかね作る人とかとか、まあ靴とかいろいろ、まあ革いうレザーっていうのにくくってるだけで、そのなんていうのな、その手が違うと言われたんですね。うん。だけど革細工と出会った時に、これだと何でもなんか自分のイメージするもんって何でも形にできるんじゃないかとか、なんかこうワクワクしたんですよね。当時服とかもやっぱ今もね、そのええー、なーと思うもんとかあったり、こんなん着たいなーとか、こんなん欲しいなーとかあるんがあって、けどなんかこう革材これだったら作れるんじゃないかな、なんか自分でもできるんじゃないかという錯覚なんですよ。ね、始めるのはもうすべてなんかできるんじゃないかな、これやれるんじゃないかなというこう錯覚からね、ギターでもそうですよ、うん、最初なんか何もできへんし、でもそんな感じだと思うんですね。で、あ、それで思い出した、昔ね、こういうのね、あの作りましょうとか言ってね、あのワークショップをしたことあって。でまあ、それを、いつでもこうその、うん、なんか読んでもらえるようにブログ記事に残しとったよね、あのまとめてその作り方というか材料のこととか大体寸法のこととかね、細かいことで、これね例えばこうちょっとこれまだこれは、まあ、マジック編みですよ、ほらあの継ぎ目がないでしょ、けどこうないまあの 1枚の皮を3つに切こう3本切ってこうねじねじしてたらね、なんかこうあるんですよ、この、うん、でこれがなんかね、こうやってちょっとこうねつけたらちょっとしたで、まあアクセサリーというかね、ちょっとしたねこうなるんでね。でまあ、これもぬめ革なんでね、こう普段生活したら汗がついたり濡れたり、してね、
いい具合にあのキャメル色に、なってくるんでね、よろしいんじゃないですかね。まあ、こういうのを作るの作り方みたいなのをね、あの載せてたんですね。まああのこのどちらだハンドステッチの方かな。これはね、口で説明だから実演した方が早いよね、この作り方。うん、あのまあ多分こういう配信とかの方が多分僕もその見よう見まねで、あのなんかこう本こうて何回も失敗してからね、あの説明そんなあのあたふたしながらやけど、けどまあ私ねやったことがあってね、読んでくれて、ね、喜んでくれましたよ子供たちがね。ちょっと塗ろう。まあこのまああのこの足やってるけど、まあ正直。この作品早いもんが早いもん勝ちやろうなと思います。あの、うん、もう僕も欲しいぐらい、ね、作ってる僕ですら手に入らんので、まあいいか、これはこれで、これ出しっぱなしとかね、こうワーッとしてたらね、あのどこに何があるか分からないようになるからね、こういまあまあ分かりやすく言うたらこういって、まあこうですよ。まあまあまあこういう感じでね、まあまああのポケットがあるわけですね、できるわけです。縫いをこういうね、これも初めからあのロー引きした糸なんですけど、まあ、ここはもう見えへんからあれけど、この使いやすい糸で使おうかな。これもいい糸やから、これね、これで、まあ、分かりやすくようにね、まあ、見えなくなるとこなんですけど、これをね作って取り付けていきましょうかね。ちょっと両面テープをね使おうかな。ちょっと見当たらんな、まあ、まあどこか出てくるでしょこれ使おうか。細いやつもね、あのこういうクラフト専用で売り場に売ってるんですね、仕入れに行ったらね、ちょっと仮止め、まあ仮止めですよね、ある種ね。あのもちろんノリでする時あるけど、ノリ
ずれたりするか、まあまあずれ止め、ずれ止め、ずれ止めやなこれな、うん、もちろん、なんかそんな感じ。これもちょうどここに合うように。まあ作り出したらまたこうリズムができるんやけど、なんていうのな、下書きしてトレースして型紙をね、革に、そういうなんかそういう細かいことをしてるときは、まあまああのね、あのパフォーマンス的には非常に地味なんで、まあ、これも実地味かな、うん、まあこういうね一個ずつみんなねこなしながらね、日がない一日が過ぎていくんですよね。人生とは限られ、人生って言ったらね、限られた時間っていうね、あのよくそういう表現をされる方が多いんで、僕もやっぱそれを思いますね。あの僕のブログを読んでくれてる方は多分そういうふうに同じように思ってくれてると思うんですけど、うん、あのその時間を、その時間を、なんかせっかく使うんやったらそういうものをやっぱそういう時間で生み出したものをやっぱりこう届けたいし、そういうものをぬくもりっていうかね、手仕事の良さを分かってくれる人とね、にやっぱこう嫁入りっていうか大事にしてもらえたらな思うしね。これも長いこと使ってもらえるように、なんて言うたらいいの、あれですよ、長いこと使ってもらえるように、ファスナーじゃなしにね、フラップ式にしてます。何あのコイン入れるとこっていうか、うん、これがそうなんですけど、でないとね、あのだいたいファスナーがだいたいあのの口がポンと飛んだり、まあまあね、あった方が便利かなと思ったりもするんやけど、意外にね、これはほんまに、あの意外にっていうか、あれなんですよ、フラップポケットでね、コイン落ちないですね。僕もずっと使ってるけど、まあ 今はね、あのちょっとジップのやつも使ってますけど、だいたいあのそれまでその前はファスナーじゃなくてフラップポケットのタイプの、あのコインケースのとこ、コインケースがね使ってたけど、あのコインがパラパラと落ちたことはないですね。うん。これはね、あの隠し部屋というか、あの秘密の、まあここもまああのこうにはなるんですけど、ここにね、あのカードとか、あちょっとしたあの秘密のねスペアポケットみたいなね、これはもういつも入れてるわけですよ。これがまあボビーアトレザーのまあ遊び心というかね。これね、何やいたら、こういう、まあこれ、やっぱ60年代、70年代は、の、あの、革ジャン、あるでしょ、イーストウエストとかね、まあ、その革ジャンとかやったら、こう、隠しポケットがついてるわけですよ。僕が持ってるベルトとかもそうかな、ベルトの内側にもね、ちょっとチャックついてて、
とかガンジャポケットとか言うたり、まあまああのまあちょっとスラングな、まあロック的なとこっていうかね、まあ、うん、そこにちょっとあのいかがわしいものとかね、もろもろ忍ばしてみんなねしたわけですよ。ね、こんな感じでね、あ、全然 見えてないよね、これもっとこう角度を落とした方がいいかな、ちょっと待って、こうもっと落とした方がいい、こうの方がいいんか、よく分からんけど、こうの方がこうの方が手元が見えるんかな、ね、僕の顔を映しても、みんなこう手元が見たいんやもんね、これ多分ね。まあこれを、まあ、だからこれ銀、まあこれ何やったか、銀ペンですよ、銀ペン。これドイツ製のかな。ドイツの割とこんな多いね。僕あのデザインの建築とかのね図面もずっと引いてたんで、すごい20年以上ですよ。いやもっとか。あの学生の時に、建築っていうか、まあ、あのインテリアデザインの学科で僕はあの図面描いたりいろいろしてたんでね、ロットリングっていうのを使うわけですよ。ペンとかはあと絵の具もそうだけど多いんですかね、こうドイツ製が多かったですね、何でもドイツ製でしたね、うん、これもドイツ製かと思って、うん、これもね銀ペンの、まあいろいろあるんですよ、あのこれで十分ですけどね、この銀ペンでね、あとまあ使い分けなんですけど、銀ペンが銀が乗らない時は僕はあのあこれだけの話、これ使ってますね、フリクション使ってますね、これほらドライヤーであのちょっと温めたらあの消えるんですよね、だから線も消えるから、案外ラッキーなんですね。今からちょっとね、これでね、あのほらミシンとか使うんと、ほらここ今銀ペンでこう当たりつけてるんですけど、ここで針で塗っていくわけですよ。こうでそれをですね、塗る上で塗るっていうか縫うね、縫うってことでね、これね穴を開けるんですよ、一発ずつね。まあこれだったらまあ4つ分、うん、ちょっと開けてきますね、ここで穴を開け、これはこうしたらいいのかな、これで見える、ぐちゃっとなったけど、何でもかんでも置いてるから、型紙やらね、縦のがいいかな、まあいいか、まあこれが、まあ、2022年のね、これ現在の。
穴開けるときもね、このね失敗もかからへんからね。ああ、こんな感じで、地道ね、ほんまこあの見えないようなとこなんやけどね、これね。うん、こんな感じでやってますよ。まああの常に本番ですね。これねもうリハまあリハっていうか常に本番ですよ。待ったなしな。なんでここでやってるかやったらね、ここにの下にね、床にね、モルタルを引いてるんですね。それで音が響かないようにしてますね。財布はあの革の使う革の量もまあ僕の場合ちょっと使う革の比重が量面積がちょっと他の分よりは正直多いんですよ。あの面積はね、使う面積は。ただでただもうこのなんていうのかな、他のもの作るよりも工程が多いですよね。そのあのなんて言ったらいいのな、作業工程があの多いというのがね、あのも出来上がったものはもうね、それこそもう10センチの18センチぐらいのちっちゃいもんやけど、なんていうのな、けどこう使う面積多いよねちょっと手間細かい手間がね非常にかかるのね。うん、1日1個作れないですね。うん、でまあ他の人らはね1日かなりの数を作っとるけどね、わーっと別にこうのんびりゆっくりやってるわけでもないですよ。うん、まあ僕は早い方だと思いますわ多分。穴が開いてきましたね。これを今から塗っていきます。さてこれをまた戻してと、これでね口が見えるかな、これね、ね、これどうなった、ちょっと喉が乾いた。パソコン見てみ、こんな感じで見えてるんや。あの今パソコンで、見てますけどね。まあこれまあほとんどこれみんなあのアーカイブであのなこうね見たがってくれる方も多いんでね、あのこう多分同じようなこうねレザークラフトをされてる方が見るのかどうかはちょっと僕もあのあれなんですけど、うん、ね、ほんまやったらこうこれ僕のカメラです。これもねちょっと撮影しながらですね、ブログ用にね撮影、さっきまでの工程はもうあのそういえば作ってたんであの
これあのまた YouTube に、動画を入れるか、まあその Facebook もリンク貼れるようになってるんで今ね、それをね、あのまあ編集とかね、せんでもこうええからね。でやっぱりこう本当に見たいなっていう、興味あるなっていう方は見るからね。うん、僕もそあのその見てるしね、うん、なんかこうしながらね。これでこれで縫おうか。これこの手縫いのね、これちょっとね、地味でこう邪魔くさーってね。こう最近もあの小学校の時に家庭科が好きじゃなかった、好きじゃなくて、まあ、意欲はあったんやけどうまくいかなくて、あの裁縫がね、あの先生の勧めがなんか全然ちんぷんかんぷんで分からへんかって、得意じゃなくなったんですね、その小学校の時にね、家庭科室でね、うん、図工は得意だったんですけどね。これから行こうかな、これからね。これもう初めからね、これね、あのネチャネチャしたんだこれ、うん、こっち使おうかな、もう同じなんですけど、こっち使おうか。これ初めからね、もういつもはね、どこ行ったかな、これこれ糸にね、これをね、もうこんなちっちゃな、なんかわからんでしょ、これ。これあの、ローなんですね。これは糸でこう、ツッ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 、あの、ローをね、つけながら。で、あと、もしこれでね、革細工をちょっと趣味したなっていう人が、いてたらですね、この、コツというか、目安というかね、これ今、これを、この周囲をちょっと縫い上げますね、これね。これ大体ね、この長さあるじゃないですか、この3倍ぐらいの糸をしましょうって言われるんですね。僕ね、それで3倍ぐらいでやったりするんですけど、やっぱりね、4倍あった方がいい。例えばまあ今こう、これですね。まあこんなもんですよ。これの、1、2、なこれ2やろ3なるやん。で大体本とかやったら、あの本っていうか、まあもう本も読まないけど、3倍ぐらいしましょう。でもあのやっぱこう針をさ通すこの長さもあるやん。だから結局ね、それじゃあの具合悪いよね。これまあ4倍ぐらい余るぐらいで、余りぐらいでね、やらないと。まあ、ここもこんなもんですよ。ね。こんな感じ。見えへんよな。ね、ほんでこれ。で、このは、これね、両サイドでね、こう、だいぶこう、目が弱ってきたけどね、こう、まあ、裸眼で、なんとか。プラモデル、ここ数年作ってないんやけど、あのスターウォーズがあのまたほらあれ昔決まった時に、あの映画がね2016年ぐらいかな、フォースの覚醒かな、あのエピソード7が始まってぐらいの時もまたプラモデルのやつがたまたまなんか見たらようできとって、そっからプラモデルもちょっとね、あの息抜きに作るようになったんですけど、さすがにあのプラモデル作るときに初めてあの自分があのなんていう、もうあの老眼が来てるんやなっていうのが分かりました。普段レーザーこれやってるときはもう全くいらないんですけどね。なんやろね、これはね。こんな、まあ見えるからええか、ね、こんな感じで
糸をこう緩めるっていうか、こよりを緩めるというかね、でそこに間にぶっ刺すんですね、串刺しするっていうか、これまあ、 普通の縫い針なんやろうけど、ちょっとこう太いですね、これなんかこういうのでね、要はまあまあこの S 字型っていうか、このこんな感じでね、ちょっと黒に黒やからあれけど、これをこう引いてって引っ張って、このこなしね、今ほらこう両方にこれ針がついてますね、これね、でこれでね、まあ僕まあちょっとレフティーなんでね、でまあこうやって刺して、でこうかかなしね、この要は均等ですよ。で一回戻ったところ、一発目に線とね、一回こっち側に刺すんですね。ほんでまあ最初にこう止めるというかね、これ止めて、でこれでこっからスタートですね、うん、まあこれがまあみんなそれぞれ多分手癖があるやろうから、職人によって違うやろうけどね。ほんでまあこれを今度はこの穴の僕は上側こうすくってで、ここを入れて下に通して、ほんでもう一個の方をこうやって上側に通して、でこう一個ずつね、こう締めていって、あとはもうひたすらこれですよ。で、ここにね、こうなっていくわけ。オールレザー完全手作り、すごいプロ職人なんですね。いろいろあった。ボギーさんはメーカーになるんです。メーカー。僕はもう。メーカー、僕はもうレザーブランドという、まあ、メーカー、うん、もうかな、あんまりそのもう呼び方を お任せしますね、ちょっと待って、僕はゼロからものづくりが大好きです。あ、そうなんや、ガッキーさん、うん、小木さんのビジネスって、うん、最高、見るがおさらね、いいですって、最高、うん、好きなことで食べていけることは最高です、もうね、いろいろありますね、本当にこうなんていうのな、もういろいろありますね、でまあほんまにこうよかったとか、これ持っててよかったな、ボビアドレザー持っててよかったなって褒めてくれる人が、支持してくれる人がね、こうやって一人でもこうやってと出会えておかげですね、うん、僕のこういうものづくりに共感してくれてさ、うん、それをね大事に普段使ってくれて、まあこれはミシンとかだったらいいって終わる、もう一瞬ブルブルって終わるからね、僕はもうこれね、もう喋りながら言うても、別に喋りながらじゃなくても同じ時間、この時間かかりますからね、これ、うん、だけどあれですよ、人はね出来上がったものに対してああだこうだ言いますからね、やっぱそれが答えですよ。
これもね、これ上下上下でね、こう決めとかないとね、縫い目がね、この縫い目がね、ガタつくんですよね、暴れるというか、うん、まあそこはあの何よ、プロの、これ素人の仕事やなとか、これ分かってる人やないよ、まあ僕はやっぱり一瞬で分かるけど、うん、実際ここのところも見えへんっていうか、うん、右下の洋裁や和裁でも生地が伸びたり、うん、してないように貼るテープがあります。あ、なるほど、なるほど、あるんやね、そんな、そうなんや。あ、おひさんこんにちは。あ、マジックはミスがね、ありがとうございます、のりのりさん。うん。おじさん、右手につける派。私は左手派。あ、何を何を、うん。マジック編み。ああ、マジック編みね。あ、これね。あ、僕、何でも、割と右につけるね。うん。時計は左につけるんや。だから、いつも、出かけ先では必ず時計は外す。物書かない。なんか書くときとかは、こう。うん、アクセサリーは右手するかな、うん、例えばもう先ほどのカメラのね、カメラのこうストラップとかね、アトリエではこうなんてやろう、アトリエではこう集中しとるやん、もう帰ったらもう帰ってこう一服ね、こう日本酒をキュッとやった瞬間にもカクッとこうふわっとね、集中力も解けますけど、もうずっとこう、コン詰めるって、そうですね、コン詰めてなんかやる言うやん、コン詰めて、うん、コン詰めてやったんやろね、これ多分ね、うん、もうライブやからね、まあ、パフォーマンスが落ちする感じの時はもうやめるようにしてますね。やっぱこう刃物とか使うでしょ、僕らこうね、さやからやっぱりこうぐさっと、やっぱ僕も行っちゃうわけですよ、刺さったりね、うん、ふっとこう、うーんとこう、かたいガッてやった瞬間に大体怪我してますね、うん、バンドエイドは欠かせないですね、まあだからそんなしょっちゅうはないけど、あとレザーの素材にもよりますね、やっぱ扱いにくい素材とか、うん、大体まあオーダーいただくでこんなんできますかっていうのが大体ね、他がせえへんことが僕多いんで、もちろん喜んでってね、うん、実際喜んでやるんやけど、うん、あ、すごく丁寧、私も自分でデザインして、ミキさんね、うん、型紙を起こして服作ったってから、うん、丁寧な作業や手の動きとか見ちゃう、ボディも物置から何年も出してないな、ああそうなんや、服作ったんですね、僕のやつ服を作りたかったな、うん、革ジャンはねこれ手作りしたけど、革のお財布作りましょう講座だけど、こう
巣ごもり需要でいろいろこう趣味始める人がおるかもしれないし、ね、なんかの気持ちでさ、ふーちゃんね、こうなんかこうこういうなんをね、なんかさ検索して見る人もおるかもしれないっていうか、まあ僕もあんまりこうね、あのちゃんとした YouTube 番組とかやったら ね、あのこうレザークラフトとかね、教室やってる方がよくあの配信してるのをね見る機会あるけど、やっぱりこうあの作風がさ、あのなんていうの、ちゃんとしてるやん僕のちょっとあのこれがスタンダードかと思われたらね、あのみんなあの戸惑うやろうからね、ちょっとあのぶっ飛んだ世界やからね、あのよくほらでもあのエコな感じの雰囲気の、例えば焼き物陶芸とか、あなんかあるいは素焼きな感じの、ああいう風な雰囲気が合うような世界観の方は割とね、とかあとウエスタンとか、あのね、なんかそういうスタイルの方はね、あのよくあの革細工のインディアンとかね、革細工のこういう配信とか、あの YouTube でねやったりしますね。僕はだからいつも思う、確かにそのウエスタンの子供のもいろいろファッションも好きやし、いろいろあったけど、あとあのプライベートでは僕はあの焼き物とかね好きなんで、あとまああの工業製品も好きやし、なんて言ったらいいのかな、デザイナーズのものも好きやし、っていうかあのこれっていうよりもあのなんだろうな、なんかパッション感じたものが好きなのかな、がカオス状態な感じしますけどね、こうやからこうなんやというあのそういうなんかあのこだわりは非常にあの少ないと思うけどね、だけどこだわりはある方かもしれへん、こだわりは強いな、オンラインで例えば Zoom とかでほらあのよくやってるね人たちいますけどね、あの革細工も多いやろうけど、僕はあの例えば教材みたいなって僕は作ってどの子のよう、まあ初めからそんなのキット売ってるんやけど、それでよかったらね、あのやってみたいなのはあるけどね、あの僕でよかったらあの僕から習いたいっていう人がおったらね、レザークラフトとね、なんでもそうやけどきっかけっていうあるやん、なんかそっから自分の手張りで自分のなんかやりたかった世界を表現するっていうか、あ そういう風なのがね、おお財布そうや、歌詞あの君があの崇めるあの神様というあのウミガメのね財布を今ちょっと作っとんや、まあウミガメね、ウミガメ僕はラッキーアイテム思うし、だから乱獲して取ってるもんでもないから、今あの資源に限りあるこの日本に今入ってる限りあるほんまこの素材でを生かすために次の命を今吹き込んでる最中、命を僕は吹き込む仕事やからね、川を通じて、命を吹き込む仕事やから、よくほらあのこんなん僕特に僕が扱ってるもんはあのなんていうあのこれ火がなくなって、ね、これね秘密のポケットが縫い上がりましたね、これまた形つけてこんな感じで、一個ずつやってますけど、ちょっとあまだああそうや、レフティっていう見た方がかっこいいやろレフティやで、
そう。それ僕、今でこそさ、ふちゃん、あ、そうだ、上下に上下に、そう。今でこそ、これ見えんとこやから、ちょっとね、ここちょっと色変えてみよう。これはね、1、2、3、4回脱ぐわ。これも、これで足りるかな。ちょっと余るぐらいでしとかんとね。よくね、ほら、ね、なんかこう、アートとか、なんか料理ができるとか、なんか割とほら、その配信内で、こう、完結するような、ね、なんかお菓子作りとか、なんかちょっとそういうのやったらまだいいけど、これ、で、まあ、僕、どっちかだったら、そういう短時間でできるもん、一個もないこともないな、やっぱり。短時間で、こう、配信中に、すべてが完結して、はい、できましたいうような、まあ、作れんことはないけど、売り物にはならへんよね。ならへんかな。うん。だから、それが、いつも、腰が重いというか、ね、さあ、今日はこれから作りますとかって、タンタラタラタラタンタンタン、タンタラタラでやりながら、なんかやりたいんやけどね。こう、もうゴールデンウィークは終わって、てるんかな、それともまだゴールデンウィークなんかな、ね、ね、こうやってよし上下に縫うんだね、うん、ボビーさんこの道何年ぐらいで、あ、この道何年ぐらい、この道僕浅いよ、2008年ぐらいにはもう革ジャン作ってたから、何年やろ、思い出せんね、15年ぐらいちゃうかな、うん、なんていうの、こうほぼ今のスタイルやけどね、うわ、うん、15年ぐらいかな、覚えとらんな、ボビーアートレーザーを開業して何したのは2013年やから、来年で10年やけど、これ、ね、手縫いのええとこっていうか、よく、まあ、いろんな人の書いてたりするし、僕もそれは思うんやけど、ミシンで編むももちろんええんやで、そやけどこう手縫いのやつってこうふっとふっと糸やん、これで、あと刺繍糸みたいなのを塗って使ってる人も多いかな、やっぱり財布職人とか財布とかバッグとかをメインで作ってる人は割と刺繍使ってるね、なんか剣みたいなやつ、なんか繊維みたいな強いやつ、僕はこう糸が多いんやけどね、こういうやつね、うん、ロー引きっていうか手がネチャネチャなんだけどね、これこっちの方がこうよじり、こういう感じでさ、こんな感じで縫うから、どっちかが擦り切れてもなんか残ってるよね、ちゃんとね、うん、だからブラブラブラってはならんね、うん、いつもだいたい平日にこういうふうなするやん。ほんとはみんな平日仕事してるやん。っていうかまあ普段でもね、だってな、日曜日だとお出かけしてるやん。だけど、ね、こうやって、まあ世間が休日っていう時にこう配信するのがええかもしれんね。いつもだいたい平日の、ね、夜はさ、さすがに僕も他のことしてたりするから。
でなんかこう手先でなんかしてる方がなんかこう話もしなんか会話しやすいしな。画面見て画面でさこう見ながらさあ今日はああなんとかしましょうかとか言ってちょっとねあの。構えてしまうというかね、身構えるというか、うん、これでもギリギリぐらい、ほら、やっぱり、ね、針の長さがあるやん、針の長さが、うん、針の長さがあるんよ。まあこんな感じでこう、わかる？見えへんか。僕がスマホでやからかな、パソコンで見てる人、あのなんかいい感じのリズム感があるわけよ。法則が、あのこれがね、あのまあこはっきり言ってここもう見えません。ここ今僕が塗ってるとこもうあのなんていう全く見えなくなるとこですよね。うん、これがこれ段差をつけてるわけですよ今これ、うん、段差をあのカード入れのねポケットの段差をこうねこう1センチ上側炙ってチュッチュッとこうこれでねこれでまあよっぽどもう多分これがバラバラってなったらもう具合悪いね。そうあほんまに友達、うん、財布の制作現場まあ財まあ、あの僕は財布職人でも何でもないからね、うん、まあ財布職あの財布職人の人はずっと作ってるなんかいろんなまあまあだけどそうやな、うん、僕はレザー職人なんていうのかなレザーアートクリエイターよね。でもこういう地味なあこともやっとるけどねこれねこう至って、このあのこれわーっとなんか盛り上がるようなところがあの箇所がないんがちょっと具合悪いけどね。だけどこういうなんとかねなんかほら。キット売ってるな、まあ、まあ僕が作るんはちょっとタコつくかやろからね初めからキットがあってそれをみんなで作ろうっていうのがやったらね道具とあれだけ僕が揃えてね買うてもろてそんなもん一時考えたことあったなけどそれボビーアートレザーじゃなくても誰でもやるやんと思ったらいやね、うん、別にそのええかな思ってでいろいろ考えた時期がありましたねあの要はハンドメイドのねこうレーザークラフトの先生とかね僕やっぱ人とこうして会おうて喋りながら楽しい一日を過ごすっていうのがなんかこうなんかほらあれやん共有するというかね感動とかをできた時の喜びとかねそういうのは憧れたりしたい他のコーラで、ね、あのやっぱこうたまにこう革教室をやってる人がとか見たらええなと思ったりもしょったからただまあここでさここにわざわざ、まあ、ここやったらもう1対1やからねマンツーマンで同じ机のこの上でこっちとこっちで立ってね椅子ないからねボビアドレザーはあのまあ椅子あるけどあの仕事中は立ってやからね、うん、だからどうかな感じやけど、まあ、一時期憧れたけどそれでまた場所借りるもなと思ったりねいろいろ考えたよ、うん、イベントやりたいのできたとか言ってほらみんなでこうシェアし合ったりとかさ楽しいやんで同じなんかほら僕がコーヒー入れたりとかねしてあのキャンプの話とかあのそなんかそういろんな話を聞いたりとかさそんなことがしたいんよほんまはほんまはね、うん、なんか
なんか同じような感動を分かち合いたいよね、ほんまはね、うん、それあのほら何でこういうのを財布とか作りたいでもそんなんねえ、じゃあこれ一日でパッとやろうって言っても絶対で絶対言うたらあれやけど、あのねえ僕のやってるのを見て盗んであの覚えてって言うしかあらへんから、そういうんじゃなしにね、なんかもう簡単なもんでもいいから、そのなんかきっかけみたいなあるやん、なんかそんなん最近思うようになるね、うん、でだんだんその人なりになんかこうほらひらめいてさ、なんかこう僕も体がたまたま最初作ったのやったかな、あのあれ当時ほらまだスマホじゃないから携帯や、携帯の昔あのストラップってみんなつけてなかった、携帯ストラップ、その分のね紐みたいなのをねなんか作ったんや、なんか歯切れがなんかこうできて見よう見まねで、その時にあのほらみんな喜んでくれてね、でまあそれでこんなん作ってみたいとかちょっとあのやりながらね、だから毎日が楽しかったよ、クリエイトすることっていうか、あの初めてなんかこうカードケースとか名刺入れでもええやん、なんか作った時の喜びっていうか、うん、やっぱりそのまあ今もモブやってるやつもそうなんやけど、お店とかでとかね、そういうふうなところで手に入らないというか、大体この衝動に駆られるのは自分をこの満足させてくれるあれがね、そのものがと出会えない、それだ作ろうからとかそういう発想が多いやん。で僕もそうやってね、カワちゃんがそうやったわ、カワちゃん作りたいなけど、そのどうしようかな、それでまあこれができるかもしれんなと思ってね、でやってるうちになんかあれよあれよと いろんなね、何のであのなんてやろあれもなかったんやけど、人脈も何もなかったけど最初は、そうあのちょっとね前も言ったかもしれんけど、あのその人の夢がさ、夢がその夢とかなんか思いが本気かどうかっていう、のをね測るバロメーターっていうかね、そういうこと、そういうふうなの一つがあって、その人のその夢が本気かどうかとかいう時に目安としてね一つね、あるんやけどね、それが ほんまにやりたいんかなとか、本気なんかなこいつとか思う、自分で自問自答してでもね、それがねやっぱりあの協力者が、その夢にね協力者が現れるわけ、それは本物やでって、まあ目安ね、夢に協力者が現れる、例えばあこれ、まあ、僕も川崎するときに、川ってこんなんでどこで仕入れるんやろな、どこで売ってんやろなっていうときに、あそういえばあの こういう店こういう人知ってるから紹介するわとか、あと最初ねそれ思ったんが、まあ僕ほらあのデザインの仕事はしてたけど、建築とかそっちの方はなんとなく構造とかは分かるけど、ただあの服のパターンみたいなのが全く分からへんかって、なんかできたらないわけど、そのやっぱりもうねあの30過ぎてなんか今更学校行くもなと思って、家族もあるし、その夜間学校みたいなもなと思ったり、いろいろね、その当時まだインターネットがあのちょうどパソコンで見れるようになってね、あのちょうどなんていうホームページがこうね、いろいろネットサーフィンとかをやるようなあ、ね、ちょっとなんとかドットコムに憧れてるような
ダブルダブルダブルなんだ今もう全然その言わんやろけどね、やっぱそういう風な思いになる時に、やっぱりこうレーザーとこう出会ってやってるうちに、あのパターンの友達を紹介してくれたりね、知り合いでおるからちょっと紹介するわとかね、あのそのヴィンテージの憧れのブランドの分やったら、あそれ今ちょうどこあのそこに売ってるから聞いてみようかとか、なんかそういう風にしてね、いろんなものが折り重なって今なるはたが今このことやってるね、もうねえ、もうなんか初めてギターを弾いた時の衝撃というか、音楽を聴いた時の衝撃というか、なんかもう稲妻が走ったわけや、そっから走ったわけよね、あおい T シャツかっこいい、あこれこれあのあわかるこれあの T シャツ、そう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 、昔ね作って、あのユニフォームですよ、ユニフォーム販売用じゃ なかったけどね、イベントやる時に昔ちょっと作って、今もうそこのこれを作ってくれてたところももう今なくなってその頼んどるとこがね、最近これ古いやつもこれ十何年前かな、ずっと着てたやつ、まあちょっとね体調が、まあ、あの体のラインがちょっと戻ったからね、着てるんや、うん、そう去年ぐらいからあのやっぱこう今はこう配信してるけど、 YouTube をねこうつけ BGV としてつけたりとかする時もあって、であの中田あっちゃんのねあの YouTube ライブがこういろいろこうつけなんかこうよくつけたらずっとそれがかかってて、でオートファジーっていうやつをね見て、なるほどなと思って、で僕はここずっといてほぼいてるから16時間空腹状態を、あなるほどな、16時間作ったらいいんやってね、それをずっとやってて、でちょっと小腹空いたなと思ったら、あのナッツをちょっと何粒か食べてね、うん、そういう生活です。夜はもうアホースを食べたり飲んだりするけどね、でまあ、ちょっと昔の服とかもまあちゃんと着れるようになって、もう運動不足になるやん、で立ってたりとかしとったらね、あのええ具合やからね、この手元をさ映そうと思っていつも顔を映すんだけど、それで今ちょっとこうしたのでもなんかもうごちゃっとしたけど、もうその辺も感じね、うん、もうあのいつももうスマホやから、もうあじゃあ、うん、ライターあライターでこれね、ちょっとやろうか、もうちょっと待ってな、ライターでね、あのほらこう糸をさ始末する時あるやん、こう川にこうこうね、こうやって今この穴をこうさ最初開けて、最初開いてるわけ、こう穴を開けたんや、さっきそこで、でそれにこう糸をこう手縫いようにこう糸をこうしてね、こう締めていくわけで、やっぱりこのままやったらほらほどけるし、もう祭りの意味、ま、でまあこうなんて言ったらいいのな、でこうしてもうこのままでも、もう多分よっぽど、まあここは特にこの場所はあのほどけ切ることはもうないんやけど、擦れるとこでもないし、そんなにで、まあこういうふうに まだ一回縫ったとこをまた穴をほら変わってほらギュッとこう収縮したりこう伸び縮みするやん、から割と締まっとんや、もうこれで糸とあれでね、でまあもうちょっとしようか、でこれをでまあ、あのこれをまあ入れて、まあまあ、この状態こんな状態になるやん、このなってで、これをまあこれをちょっとこう何ていうの、あのきわきわにさ切ったらちょっとあのパラパラっていくから、ちょっと見えへんな僕は見えないけど、ここにね
ちょっとだけこう生やしとん。ちょっと生やしとん。で、これをね、これでこうじゅっとこう火で炙る、こう見せた方がいいの？こう炙るやん。こう皮はほら、皮はもうええんからね。うん。ほんで、ここをね、こう、なんていう、ローが溶けるわけ。で、こう、もうほんま持っちゃったらすぐ。こうしてたらさ、まあ、ほつけにくい。うん。何事も好きでこその上手なるやな。ああ、歌詞ありがとう。うん。帯のおしゃべり革細工っていうタイトルでいけるしゃか、そら。うん。かやさん、私も帯のおしゃべり革講座とかありだと思う。ああ、そうなんや。うん。でしょ？うん、うん。俺に変身な、ね。俺、知らってもうて笑っといて、うん、ハリアナってあらかじめ、そう。あのね、そうやで。これで、まあ、僕が元に今これやけど、これで、皮、まあまあ、こうあるやん。皮ね、これはぎりやけど。こうやって、ここで、開けていくわけ。こうやって穴をこう開けるわけ、こうやってね、これでね、そこを通してくる。で、まあ、これはね、まだ4つ いけるやん、4つ。僕はまあ、普段はボビーアトレザーはほら、革紐のね、ハンドステッチが、日本で唯一の、革、まあ、売りなんで、それ専門のプロは多分僕しか多分検索しても出てこんと思うけど。で、革紐の場合はね、これ、ね、このポンチ、これをひたすらこれ開けていくんだ、これ。ひたすら一個ずつ。まあ、こんな感じでね。1、2、3、4、5、6、7、数えたらわーってなるけどね。数えへんけど、そんな感じでね、やっとるよ。パーツが組み上がっていくのが若くするね、あ、みきち、うん。そろそろ、うん。和太鼓、はいはい。気をつけてね。今日も、楽しんでいてください。ねえ。なんか、あ、もうこんな時間、2時間ぐらいやっとるやん。ねえ。ちゅうか、2時間、なんかあっという間、3時ぐらいにちょっと、3時になったしな、ちょっとなんかやってみようかなって。そうか、時間を僕の前でこう作ってたら集中するから、普段特にここアトリエはですね、窓もないので、まあ開けても暗いんで、なんて言ったらいいのな、時間が、時計もね、ちょっと止まってしもとんやね。だから腕時計か、そのパソコンの時計か、今スマホ使っとるから、スマホはちょっと時間見られないけど、それでないと時間が分からへんのよね、うん、今が朝か昼か、それもたまに分からん時あるよ、ふっと寝落ちしたりしたらね、まあ、それないようにするけど、なるべく、うん、これ手先だけしか映ってないもん、ええー、ねえやけど、これで次もここら辺をちょっと片付けしとったらええんやろうけど、もう、まあ、それはそれでええやん。これも、いや、最初いろいろ考えたね。2カメにして、パソコン、ノートパソコンをもう一台あれば、それ なんかしてっていう、こうね、なんか番組あるやん。自分はこれは顔を映して、上からこうなんていうの、まっすぐこう下ろしていうやつも、三脚も道具は全部あるやん。うん、さけど、でスイッチャーね、こうでなんかすればええやんって言うと、もうや、そんなんちょっと今無理と思って、そのこれがさ、これがさ、メインなんで、でこれもね、なんていうの、趣味で作っとるんやったらまあええけど、仕事やからねこれ、うん、でこれをね、これが欲しいなって思ってくれる人と出会うまでのことやからね。これを完成したら、プロモーション、1台しか、1個しかないんやけど、プロモーションビデオ作って、ね、これで、
ね、こうカメラでこうね撮影してで、編集して音楽つけて編集してもうテロップ入れてでもあのなんていうんだろうなあの販売サイトに押して、うん、まあそこまでせんでもいいんかもしれんけど僕はやっぱりそこまでこだわりたいな。っていうかね、あのこれが何十個であればいいけどもうこれはこれだけやからね、うん、世界でまああのパッとインスタントで感じでできるもんがあればいいけどで他の材料で使っても、まあ、結局こういう手間というか作業量は一緒なんでまあねどれかをはしょったりしたらもっとええあの何て言うのええんやろうけどねうんいろいろこう松茸埋めてランクをつけてねあのやってもええかな思うけどなんかそこはちょっとね手抜いてるやんかと思われるのがそれも絶対嫌やからもまあ来週中にはこれはもう完成するかな。このままあ黙々とやっていけば、まあねあとちょっとまだブログも今日書いとらへんし、まあこの制作してる途中までのことをねブログにも綴りながら、今日はここまで行ってあと組んでいったりしていくんやけどね、まあそんな感じで、あとはもう僕はあのブログでやっていきますね、うん、あのブログで写真撮りながら、うん、あのリポートしていきますんでね、またそれ Facebook ページボビアトレザーのね Facebook ページでもシェアしていくんで、あこんなし作る、あ一個の財布作るん こんな感じで作ってるんやでね、まああの話のネタになったらな思うしね、いろんな人ね、あのあこの人こんなして作ってるらしいでとか、うん、こんなしてできてくるんやな、やっぱりね、あのねどんな感じで生まれてるんか知ってもらうのも面白いかもしれないな、ね、そんな気がしますね。あの日曜日ね、このゴールデンウィークの最後の時をね、最後の日曜日、まあね、あの急に暑なったよね、もう風は涼しいんやけど、うん、よいしょ、これでこれであと折ってね、こうでこう折ってのりは両、まま、このこの僕が使ってるのはゴムのり、ゴムのりをねこう塗ってでちょっとあの乾かすというか、うん、そうやね、ちょっと乾かすね、ゴムのりって、うん、でこうベチャっと、あ、はい、ふっちゃん、うん、ボーイさん、うん、頑張って仕上げてね、うん、ありがとう、うん、あの、コメントで盛り上げてくれて、ものすごく嬉しい、励みになったわ、うん。ほんならまた、あの、そんな感じでね、ボビアトレーザーのアトリエからね、あの、近況、届けてきますんで、お付き合い、ありがとうございました。また、お会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ。あ、ハートマークも。おー、ハートありがとう、ありがとう、ありがとう。すごい嬉しい。ありがとう。おー、すごい嬉しい。うん。じゃあね。うん。はい。バー。